はい、皆さんこんにちは、ノーペンです。クラフトピアやってるでしょう。さあ、前回は私たちの時代がこちらでございます。はい、ルネサンス時代にね、突入しました。これによってね、また新しいものがね、作れるようになりました。それもおいおいやっていきましょう。で、前回は農園を作り込んだりで、空島にいる神様に会ったりね、いろいろやってきました。さあ、今回もね、いろいろたくさん遊んでいきたいと思います。よーし、やっていきまーす。で、次の時代に進むために必要なのが、お金とチタンのインゴット、電池でバイオエタノールか。まあ、電池とバイオエタノールはすぐ作れるけど、あと問題はチタンか。だから、チタンの鉱脈を掘れるようにしないといけない。だもんで、ツルハシは銀のツルハシ、これで大丈夫かな。もしかしたら、他の、もうちょっと、硬いものは掘れるツルハシを作らないといけないかもしれないな。こっち、はい。ツルハシは、鋼鉄のインゴットか。だもんで、鋼鉄のインゴットを作らんといかん。で、現在、よし。で、鉄のインゴットを取り出して、じゃあ、鋼鉄のインゴットをたくさん作りましょう。はい。さあ、では、たくさん作ってもらいましょう。で、あと、そうやな。私ね、気になるものを見つけたんだ。これだ。ヘリを作れるようになりました。じゃあ、今度はヘリを作ってみましょうか。はいよ。さあ、で、ヘリができましたよ。オッケーオッケー、できました。すげえ、ヘリまで作れるようになった。じゃあ、なんだったら、新しい島行ってみましょうか。じゃあ、天意の祭壇。この辺とか。敵が強そうなとこないかな、ここが。鉄のインゴット、あー、しまった、使っちゃった。だから、鉄をちょっと調達していきましょうか。さあ、それではじゃあ、鋼鉄のインゴットできましたので、このツルハシ作ろうか。鋼鉄のツルハシ。さあ、これでチタンのインゴットができるはずだから。で、確かこの島のどっかにね、鋼鉄のインゴットじゃなくて、チタンの鉱脈どっかにあったな。さあ、それでは見つけましたんだね。掘っていきましょう。オッケーオッケー。よし、チタン掘れるね。やったやった。次の時代行くのはそんなに難しくはないかもしれん。さあ、どんどん素材を集めよう。あとは、電池と、歯車じゃなくて、バイオエタノールか。さあ、チタンのインゴット作っていきましょうか。52個。あ、そんなに作れる。あ、楽勝じゃん。なると、問題は、電池と、バイオエタノールか。もうちょっといるな。だもんで、牛さんをどんどん、発電機に走らせんというか、大丈夫。いや、間違えた。まず、外しなさい。はい。さあ、パンチさせて。はい、パンチ。さあ、牛さんを弱らせて捕まえないというか、はい、もう一発。で、ここで、じゃあ、モンスタープリズムを、はい、じゃあ投げるよ。さあ、行きましょうか。はい。ほら。どうしたモンスタープリズムよ。荷物がいっぱいで持てないな。いきなりどうした？じゃあ、これ捨てよ。はい。じゃあ、はい、捨てまーす。はい。完全に削除して。で、モンスタープリズム。さあ、牛さんよ。どこ行った？こいつか。はい。何を外してるんだ？あー、待て。待て。はい、ジョークです。はい、モンスタープリズムよ。モンスタープリズム。さあ、こいつ違うな。お前か。さあ、行きましょう。はい。えい。さあ、どうでしょうか。さあ、捕まえられる？よし、オッケー。よかった。さあ、では、これを、発電機にね。はい。さあ、投入しまして。で、はい。あー、私、疲れちゃったわ。で、次は、これだ。はいよ。で、これを、こっちに投げれば、はいよ。オッケー。さあ、電池作りなさい。で、あとは、バイオエタノール。で、今、小麦粉を作らせてるから、これだね。99個。で、ここで、はい。バイオエタノール。さあ、作れるだけ作ってくれ。はい。で、まだまだたくさん小麦粉はあるから、じゃんじゃん作って。はい。さあ、で、こちら。金色の鉱脈見つけました。これは多分、金が取れるんでしょうね。じゃあ、さあ、掘っていきましょう。さあ、掘れる。あー、で、ダメなんだ。
レベル6以上の武器じゃないと掘れないんだって。まあとりあえずじゃあチタン掘るか。まあチタンで十分。オッケー。そうか、金が掘れるのを楽しみにしてる。で現在私は新しい島に来てるんですけども、まだまだねマップが開拓できてないので、さあ頑張っていきましょう。できればねどっかダンジョン見つけたいな。で成長の石板を見つけたい。さあ私あれから素材集めめっちゃ頑張りました。じゃあ次は産業の時代行ってみましょうか。じゃあ時代を進化させる、行きましょう。はいよ。さあ時代進化しました。オッケー。で今は産業の時代か。で次に作れるのはダイヤ。ダイヤなんか取れるんだ。で作業台の方はどんな感じなの。まずはそうだな、パッと見そんなに作れてるものは増えてないような気がする。でプラチナのロケットすごい。あとはあと気球か。なるほどなるほど。でもまあ素材がちょっと足りないな。バイオエタノールと電池めっちゃいるじゃん。まあとりあえずヘリはあるから一回ヘリだけでも飛ばしてみようか。で今バイオエタノール作ってるし、で銀のインゴット、はい。じゃああとは鉄のインゴットをたくさん作らせよう。はい、お願いします。じゃあ新しいマップ行ってみましょうか。はいよ。じゃあここ島レベル2で敵のレベルも11に上がる。よし、じゃあ行きましょう。はい、さあ開きました。で次の島は相当レベル高いな。やばいね。じゃあとりあえずじゃあレベル11の敵がいるところに行きましょう。はいよ。さあ到着しました。ここが敵のレベルが11。あー確かに羊も相当強くなってる。で鉱脈があるのか。なのでここに掘削機を置けばもう自動的にこういう鉱石を取ってくれるわけですな。なるほどなるほど。じゃあちょっと探索も行ってみましょうか。この辺とか、はい、敵がいそうだけど、あーっといないな。ゴブリンいないわ。下にいるのか。どういう感じ今。じゃあ、はい。はい。フロストマインじゃないな。ここはじゃあ、はい。さあ、ライトニングボルト。あー、じゃあな。待て。じゃあ、はい。さあ、ゴブリンバードよ。勝負せい。はい。あー、で、レピアが壊れそう。マジで、あー、止まる。あー、待て。待てー、こら。オッケー。さあ、どう？はい、はい、オッケー。とりあえず、一体倒したで。じゃあ、ライトニングボルトよ。はい。どうぞ。おい。やっぱライトニングボルト強いな。なんかいるよ。なんかいるよ。上にいるよ。なんか引っかかってんのかな。で、これが人参の種。はいはいはい、なるほど。じゃあこうして。うわぁ、降りてきてほしいな。あ、で、またゴブリンいるよ。はい。でマンダそんなに強くはないか、敵も。はい。じゃあ、はい、ライトニングボルト。はい。オッケー。あ、で、ついでに羊さんも倒したよ。はい。で、はいはいはい。さあ、まだまだ私の敵ではないな。じゃあ、ここいらでヘリコプター。よし、やってみましょうか。はい。じゃあ、ヘリを装備。おい。さあ、ヘリを入れよう。じゃあ、ヘリ飛ばしてみます。はい、乗ります。まずは。あー、なるほどなるほど。スペースで上昇するんだね。なるほど。うわー、快適だな。ほうほうほう。あ、操作性はそんなに良くないけどね。あ、で、ダンジョン。ダンジョンあるよ。じゃあ、一旦降下しましょうか。はい。じゃあ、降下しますよ。おい。いい？オッケー。はい。到着しました。で、これを回収するにはどうしたらいいんだ？これを。違うな。もう回収できないのか。まあいいや。じゃあ、とりあえずダンジョン。探索しましょう。はい、島のダンジョン入りましょう。で島のダンジョン、さあどんなやつがいる。ちなみに壺には、あーでレイピア壊れそうなんだ。で塩がめっちゃ手に入った。で酢とかも手に入ったよ。あーで物がたくさんいるわ。でレイピア、はいよ。でお酢が手に入りまして、うーん塩が欲しいな。塩が欲しいです。さあでは物よ、尋常に勝負。はい、オッケー。あーでめっちゃ飛んだ。待て、モノよ。はい、ライトニングボールと、はい、よし。でレベルアップ。
やっぱ強えわ。すげえすげえ。で、卵めっちゃ手に入った。さあ、では、はい、ライトニングボルト。あ、で、湧いてくる。はい。さあ、どうかな？オッケー。さあ、では、こんな感じでダンジョンを進めていきましょう。さあ、で、あっという間にダンジョンの奥まで来ましたね。で、じゃあ、スキルポイントを割り振っていきましょう。で、ちょっとマナの回復量増やしたいなぁ。瞑想がマックスレベル6で、現在レベル3か。魔法の方はというと、フロストマインがちょっとなぁ。じゃあ、これだ。H、マナの消費率を軽減。じゃあ、これをもう一個。はい。これできればレベルマックスまで行きたいね。じゃあ、行きましょう。はいよっ。さあ、行くぞ。さあ、ボス戦でございます。久しぶりだな。グラディウス。はい。よし。じゃあ、行きまーす。はいよっ。行くぞー。はいよ。さあ、で、あー、やっぱゴーレムだ。そうなんだ。さあ、ゴーレムよ。私と勝負せい。尋常に。さあ、で、はい。さあ、こいつを、まず回避しまして。はいはいはい。さあ、さあ、こんなに効かないよ。はい。じゃあ、はい。ライトニングボルト。はい。はい。聞いてな、聞いてないっぽいな。じゃあ次は、フロストマイン。はい。おーと、あー、食らってないか。ね、ちょっと難しいね。まあ、前に戦ったやつだからな。はい。で、こうなって、さあ、はい。こうこう。はい。さあ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 。この敵の中心部に、はいはいはい。さあ、お見舞いしてやれ。いいですよ。はい。で、ライトニングボルト。はい。あ、いいですよ。オッケー、楽勝。すごいなー、ライトニングボルト感動する。で、鉄の片手剣か。片手剣もう弱いからな。じゃあ帰りましょう。さあ、で、向こうの宝箱を取って、あ、で、レベル上がったんだっけ。じゃあ、またひたすら、マナの消費率を軽減。あよ、オッケー。さあ、では、行きましょう。これでかなり私、魔法バンバン打てるんじゃないかな。さあ、行きますよ。あーで、疲れたわ。さあ、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 はい。で、開きまして。で、成長の石板。オッケーオッケー。さあ、これでアヌビス神のとこに行けば、私、あれだよね、基礎、戦闘力というか、さあ、ステータスか。で、なんか、すごいアイテムがある。やばい。となるとね、そうやな。じゃあ、レイピアもいらんか。はい。じゃあ、いりません。はい。で、あとは、斧も2つもいらんもんな。あとじゃあ水いらないです。はい。これであとトウモロコシか。トウモロコシもいらんな。じゃあこれもいらない。はい。トウモロコシいらないで、さあ枠が3個できた。でマルムークソードで、これが鬼神の体験。どういうやつ。でもそんなに強くないような気がするけどな。また取っておこう。で、これが、銀の弓。はいはいはい。さあ、アイテム箱を、で、また武器か。また武器。武器多いな。やばいな。もう、あと、売るしかないもんな。じゃあ、カットラスじゃなくて、この辺とか売りたいな。あー、釣り竿いらない。じゃあ、これいらない。はい。で、あと、じゃあ、これ、はい。で、荷物。じゃあ武器装備して、こう、はい。で、カットラス。で、宝箱は？うわー、また出てきてもうた。やばい。人参の盾いらないか。まあまあ、ちょっともったいないけど。はい。で、じゃあ銀の弓をゲットして、で、次は、また武器でしょ。やばい。グラディウス。鬼神のグラディウスか。マルムークももういらんか。じゃあこれいりません。はい。うわー、売りたい。さあ、ちなみに、あー、弓は結構高く売れるんだね。で、あと、もう一個。最後の宝箱。あー、素材。オッケーオッケー。で、なんとかマルムークソード持ち帰りたいなー。じゃあ、ツルハシなー。まあいいか。もうこれでいい。もうこれでいこう。うん。さあ、帰りましょう。はい、お疲れ様でした。
さあ、神様、神様、どうもどうも。成長の石板持ってきましたよ。何を望む？なるほど。ライフか、マナか、スタミナの最大値を上げるってことか。まあ、ここはじゃあ、スタミナ上げましょうか。だいぶね、スタミナが切れて困ることが多いからね。じゃあ、スタミナ上げます。さあ、で、成長した。うん、はい、ミッションクリアかな。はい、ありがとうございました。何を望む？あー、もう、なんかそんなさらっとしてるのね。じゃあ、用が済んだので帰ります。で、多分そんなめちゃめちゃスタミナ上がってないと思うから、まあ、とりあえず帰りましょう。私の島は、そこか。はい、じゃあ、ジャーンプ。はい、じゃあ、直前で、はい、はい、パラシュート、おー。ちょっとこの辺ドキドキするよね。じゃあ、今度はまた新しい島行きましょうか。なので、じゃあ次は、金の鉱脈も掘れるように、チタンのツルハシ持っていきましょう。はい、クラフト。となると、この、鋼鉄のツルハシいらんな。うわー、しまった。で、銀のツルハシはもっといらんか。で、じゃあ取得して、じゃあ売りましょうか。じゃあ、銀のツルハシと、あと鋼鉄。はい、いいでしょう。さあ、で、次は、で、小麦粉がちょっとないとね、新しい島行けないんだ。はい。さあ、では行きましょう。準備は万端。じゃあこっちのなんかめちゃめちゃ難しそうなとこ行こう。こう。さあ、行きましょう。はい、開く。さあ、で、次は。こっち。こっちもあるのか。で、敵のレベル 41! すげえ。じゃあこっち行きましょう。はい、じゃあ移動しまーす。さあ、では到着しました。で、ここはなんかいきなり竜巻が。で、なんだ。なんかあそこになんか不思議な建物がある。で、クマさんが クマさんが飛ばされた。で、私はどうなるんだ。で、これは何なの？これは何よ？なんもなしか。とりあえず、じゃあ、あそこの敵でも倒してみましょうか。私には強力な魔法、ライトニングボルトがあるからね。はい、どうぞ。うわー、一発で倒せない。マジか。じゃあ、とりあえず、クロストマイン。はい。さあ、どうです？さあ、来いや。さあ、はい。ライトニングボルト。動かないで。待って。で、私もそこそこダメージ食らうようになった。待って。とりあえず回復。はい。で、次は。これだ。これ、グラディウス。はい、じゃあ、行きまーす。はい。うわ、結構痛い。はい。ライトニング、ちゃう。おーと。そうか、栄翔を封じられたんだ。やるじゃん。やばい。ちょっと大丈夫？さあ、ドキドキするぜ。はい。いいよ。はい。ライトニングボルト、だいぶ、強するよ。はい。待って、大丈夫。待てい。ちょっと盾がいるな。はい。来いよ。ほい。来いや。オッケー。さあさあ、こう。よーし。で、豆の種か。さあ、こう。で、はい。ライトニングボルト、はい。うわあ感激を塗って回避しやがった。やるじゃん。はい、オッケー。じゃあ、チタンのツルハシに切り替える。で、さあ、これで。あー、で、金鉱石を取りたいけど、素材がたくさんあるから、とりあえず、じゃあ、この辺捨てるか。これ。はい、じゃあ、捨てまーす。はい。よし、これでいい。さあ、掘るぞ。はい。うわ、全然出てこない。素材。嘘でしょ。マジか。まあ、3個ぐらいか。はいはい。うわ、結構硬いな。さあ、頑張れ。うわー、すげえ。はいはいはい。頑張れ。オッケー。やっとくだけだ。で、あとは、こっちか。まあでも、たくさんあるね。よし、じゃあ、どんどん掘っていきましょう。はいよー。さあ、砂漠地帯、どんな感じなんでしょうかね。マップを見てみると、ああ、まだ一部しか開拓できてないか。で、あの塔が何かだよな。あ、で、ラクダさん。ラクダさん攻撃してみましょうか。はい。じゃあ、ライトニングボルト。
おーっと、ごめんね、本当に、本当にごめん。本当ごめんな。で、仲間のラクダさんが来るか。で、倒した。うわ、本当ごめん。じゃあ、最後はこの竜巻に飲まれてみましょうか、一度。どうなる？どうなるの？どうなるの？これ、どうなるの？あい、あー、まあ、なるほどね。あ、なんかすごいことになってる。あららららら ら、すごいスピードで飛ばされちゃったわ。で、あそこには、爆弾たる。あ、待て。はい、どうぞ。はい。食らい上がれ。オッケー。いいですよ。やったろ。我らやったろ。この野郎。私を誰だと思ってる。さあ、レベル21のリザードなんとかぐらいだったら、まあ楽勝で倒せる。オッケー。で、素材は、あ、荷物がいっぱい。あ、これサボテン？これまさか。これ。じゃあ、鋼鉄なものにして、あーで、サボテン！まさか手に入った！オーケー！なるほど、なるほど。サボテンもね、調理できるらしいから、あと、ほうほうほう、なるほどね。んー、でも、これが特にわからんな。登ってみると、開く、はい。あ、世界遺産の柱が出現。ちなみに私は、これを、荷物がいっぱい、なんだと、待て、なんか捨てる。砂、あー、砂いらない砂。これ、はい。はい、削除して、で、オーケー、世界遺産の柱、手に入りました、やったー。だから、これでピラミッドとか作れる。ピラミッドはね、世界の柱がね、3本ぐらいいるんだったかな。そうか、そうか。じゃあ、できれば集めていきたいね。世界の柱。オーケー。なんかやること分かってきた。さあ、それではじゃあ、金鉱石を金のインゴットに変えていきましょう。はい、オーケー。さあ、これで、まず金できました。あー、荷物がいっぱいそうだった。忘れてた。じゃあ、とりあえず、これ、チェスト。さあ、さらに作っていきましょう。はい、チェスト。ここだな。で、市場に出荷したアイテムが還元されました。了解。で、いらないのは、とりあえず、じゃあ、銅のインゴット。これもう、あんまいらんな。で、あとガラスか。はい。で、これで金のインゴット。はい。で、次は、じゃあ、はい。じゃあ、金の、インゴットたくさん作らせよう。はい、お願いします。さあ、それでは今回はここまでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよなら。